かな。あ、イベントだ。囲まれてる。生きていたか、刈り上げ一味。ひどいこと言うんじゃねえ。卑怯な手まかり。堂々と降りてきたらどうだ。卑怯。賢いと言ってくれよ、刈り上げ君。こっちもそれなりにしてるからな。お前は常にここを使った者が勝つのさ。まあ、お前のように剣を振ることしか能のない人間は一生傭兵でもやって地べたに這いつくばっているがいい。てめえ、言わせておけばそう熱くなるなよ。こいつと遊んで頭を冷やす。さあ、なんか痛いのが来るか。なんかごっついの来た。高台が利用できそうだ。じゃあ行ってみよう。自分が行くの、誰かが行くのを待つの。そういうことか。顔に攻撃するには高台に登れ。もういつの間にか登ってる。ヒットポイント20まで減ったよ。鎧で覆われて思ったより硬い。何したの？あの鎧、何かに似ていますね。どうした？熱々の麺が乗った丼のような。あ、はしごあんじゃん、はしご。熱すぎて集中できませんわ。あれ？登れねえの？ご視聴者から集中しろ。上から叩けっつってんだから上に行こうか。これは食らう。お前まで登ってくんのかよ。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ぶち込めねえよ、こいつ登ってきてるのに。このちょっとした高台、あそこが格好の場所だろ。行きます。回復回復。おいおい、剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。回復回復。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。どうやって打ち込むんだ、頭に剣。暗いすぎ。頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。いくぜ。それエルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。これ分かってる。視点変更が。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。視点、横のちょっとした高台。視点変わりすぎだろこれ。これ視点が合わねえよ。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。おお、でも無駄だし。結構でしんく。ほら、横のちょっとした高台、こんなん分かってんだよ。格好の場所だろ。ここで剣振っても届かねえじゃねえかよ。
剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。こうか。ほら、ここのちょっとした高台、あそこが格好の場所だろ。攻撃発進で回避とかできねえし。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこが格好の場所だろ。説明丸すぎよ。抜けて思いっきり回避して。よっしゃ、エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。カメラワークがひどい。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。合わせたか。この隙に殴る。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこが格好の場所だろ。行きます。ここで普通に切ってるから、なんでね。このちょっとした高台、あそこが格好の場所だろ。あ、パターン入った。頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。これで剣に繋げていくのかな。楽なんじゃねえのか。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。明らかにこっちの方が楽だな。よっしゃ、パターン入ってる。そのまま切っちゃおうか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。よっしゃ、エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ぶち込めません。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。もう一瞬死ぬまでぐらいは頭にちょっとぶち込んでいくんだかな。タイムリー。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。そうなんだ、ここで防御しとけばいいんだ。あ、なんか出た。これは知ってる。進めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。エル
そもそも上に乗ってるとこっちが上にされてる。ほら、横のちょっとした高台、あそこが格好の場所だろ。落としたら飛び越えるしな。頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。だからといって普通に切ったら届かないし。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ここまでしてもせいぜい20ぐらいしかないんだ。横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。これは危ない。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。位置的にはここでいいんだろうけど。よし、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。ナイス。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。なんかないのかな。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。フラッシュ。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。ダメだな、これは。エルザ、頭へ剣をぶち込めないか。ほら、横のちょっとした高台、あそこなら格好の場所だろ。そもそもここの上だと防御できないしな。エルザ、負けたっていうよりもなんだろう、これはちゃんと弱点をついて倒したいからあえてハメ殺しにはしなかった。画面端近くの強制指定変更が本当に辛い。イベントはいい。飛ばせるのかな、スタート。まあ普通に飛ばせるな。とりあえずまずは雑魚を片付けてと。
で隠し持ってやがった。あ、何？おい、隠れてればいいのに。挟まりやがった。刺さった。お、殴りたい放題だ。あ、若干死んでる。一旦退避だ。鎧で覆われて思ったより硬い。この鎧、隠れてかわしたら隙間見れる。こいつは学習しないやつだな。一斉にやるぞ。一旦退避だ。一旦退避だ。痛い。そろそろヒットポイント的にやばい。ほらこっちだよ。あ、降りてきた。こいつバカじゃねえ。もう回復出てんだろ。回復、回復。よし、回復できたら。こっち。ヒアリ。誘ってんのか。お望み通り俺の魔法をくれてやるぜ。手伝いと思ったやっぱ殴った方が早いな。これあ、微妙、手に方が早い。強いから一旦退避。殴られました。あ、やばい。転がってきますわよ。来たか。みんなチャンスだ。一気に畳みかけよう。さっきの無駄な戦闘が嘘のようだ。そして上のやつがいつの間にかジャッカルの魔法で倒されてる。キラーカッタープラス2。いたずらバナナだ。これ村人でも遠慮なく壊せるんで。ちょっとアイテム確認だけして、とっくに落ちていない。登るか。よっと。はてな。金。しかも少な。桃鉄で失敗した時みたいだ。すっごい見えてる。リブセ。観念しろ。トラ、待て、金か。金ならやる。命だけは助けてくれ。金じゃなくて薬をよこせ。今さら命がいいか。刈り上げ君、俺様に膝をついて靴を舐めな。話はそれからだ。まあどの道、明日の朝日は拝めんがな。結構ひどい。悪い人にはお仕置きですわ。マナミアに免じて命は助けてやる。だが次はないぜ。どこだ。あ、やったね。無事薬を手に入れたエルザたち。病に苦しむバック。このナレーションもちょっと嬉しそうだ。看病を続けるアリエルが待つ酒場へと一行は駆け戻った。この薬を毎日飲み続ければすぐに良くなるはずですわ。ありがとうございます。本当になんてお礼を言ったらいいか。僕頑張って
エルザお兄ちゃんみたいな傭兵になるからね。あ、看病する人が変わってる。これできっと良くなりますわね。本当に良かったですわ。お、いるよ。もしかしてずっと風呂に入ってたのか。いたずらバナナ、これで打ったらこかすことができる。こけた何事もなかったかのように。まだ風呂入ってんの。もしかしてさすがに出てるか。ちっ、結局覗けなかったのか。中二病くん、お疲れ様。どこかの蔵に忍び込んだんだって。ああ、盗賊の蔵にね。見たところ任務は成功だったみたいだね。一回失敗したけど。もちろんさ。ご苦労様。イベント進みそうだな。ちょっとだけ休憩するかな。結構なプレイ時間だよ。